県民の音楽隊として安全安心な街づくりのためにさまざまな県内の行事に出向いて、事件事故が一件もない明るい街づくりのために音楽を通じてソフトな警察の広報活動を行っています。今日は全国から栃木県にお越しという聞きまして、早くから皆さんとお会いできるのを楽しみにしてやってまいりました。少しの時間、警察音楽隊の演奏をお楽しみいただきたいと思います。うん、で1曲目に演奏しましたのは、はい、NHK の小さな旅で流れている素晴らしい時代歌を、光と風の四季という皆さんのお楽しみの曲をお送りしました。さあ、続いて2曲続けていきましょう。1曲目はペニー・ヘイマさんが歌ってヒットしました学生時代、そして続いて宇垣和夫さんが歌ってヒットしました高校さんです。宇垣和夫、あ、でもこの年代みんな知ってるわな。古いけど知ってる年代やもん。
なかなか日本地図で見ると馴染み深いかと思いました。なんと今夏メロをお送りしましたが、船村徹先生ですねの出身地でもあります。ご存知の方いらっしゃいましたでしょうか。今日は、懐かしい曲をですねお送りしました。最後、開会式が始まる前にお送りしますのは、なんと、これも同じ日本レコード大賞栄光の昭和50年代の曲をメドレーにしてお送りします。曲目は聴いてI'm not afraid.
東京都ドリーム